はい、スミアカ TV チャンネルです。今日はまたゲストをお迎えしてるんですが、スパイスカフェの店主の伊藤さんです、はい、伊藤和也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お仕上げにあるすごく雰囲気のあるカフェですけども、ありがとうございます。今日ランチいただきまして、はい、とても美味しかったです。よかったです。でまず伊藤さんの簡単な自己紹介、はい、そうですね、大学卒業しまして、はい、4年間普通に企業で働いてお金を貯めたんですけども、はい、世界一周をしたかったんですね。おなので会社を辞めまして、お、ね、世界一周の旅に出ました。すごくないですか。それ何年ぐらい前ですか。30年近く経つんじゃないですかね。あ、そんなに、ね、はい、いや今だったらね、まあよく聞く話だけど、はい、30年前したら、まあ、スマホは持ってないですし、インターネットで何言って話をしてる。そうですよね、はい、しかもその頃だったらまだ雰囲気的にも、はい、お前何やってんだみたいな感じで、まあ、あんまりいなかったですね会社いきなりで世界一周行きたいんですけどですよね。で1年で帰ってこいって会社に言われたんですけど、はいはい、嫌だって言って、はあ、ルートも帰る日にちも決めないで出るのが旅ですって言ってやめました。うわーすごい懐かしいっていうか若かったですいやすごいですね。ちょっとびっくりですけども、で結果3年半で48カ国行ってまいりました。3年半も、はい、すごいですね。その行動力というかチャレンジ精神というか、まあ世界が見たくて行ったんですけど、はい、やっぱりいろんな話をしたりいろんな経験をすると、はい、旅の最中は何もんでもないんですよ。仕事もしないですし、はい、すごく僕が感じたのは成長してない、時間が止まってしまった自分が嫌になり、うん、逆に何かになりたいと思った。3年半旅してで、なりたかったのが料理人なんですね。それは回ってきた影響もあってですか。そうです、そうです。回ってきて、例えば西洋人とかいっぱい旅してるんですけど、はい、彼らと話すと僕は何者だって言い方をするんですね。例えばまあそれは先生だったりプログラマーだったり、はい、私は何者だって言って今休んで旅してると、いった中で僕が何者だって言いづらかった自分が嫌で、はい、何者かになりたかったんです。でやっぱり自分の好きなのは食べることだったり料理することだったので、はい、料理人になりたい。で強いては日本に帰ってきてもうゼロから修行しましょうと思って、まあ、その頃はもう30近かったんですけど、はい、そういう意思で帰国しました。そこでいろんな飲食店見てきたので、例えば世界料理が食べられるカフェとかっていうのもあったんですが、やりたかったのは料理人だったので料理の修行をしようということで東京に帰ってきて、いわゆる料理人の修行をしました。最初はせっかく普通の人があまり行かないような、例えばイエメンだとかエチオピアだとかガテマラとか行ってきた中で、あまり食べられない料理、世界中の料理をこの東京でカフェみたいなスタイル、いろんな旅行者、いわゆるバックパッカーが集まれるような世界中のスパイス料理をやろうと思います。でもまあ実際その飲食業入ってみて修行してみると、はい、広く浅くっていうのは難しいんですよね。なかなかそう簡単にはそれでお金を稼げない。逆に何がいいのかなって言った時に、うん、狭く深く、うん、じゃあ自分は何が好きかって言ったらやっぱスパイスだったんですね。それはもちろんインドのカレーだったりスリランカの料理だったりするんですが、はい、もっと広く世界中でまだ日本で紹介されてないスパイス料理を自分の店でやりたいと。で、かたや日本でスパイスどうやって見られてるかっていうと、まあカレーですよね。スパイスイコールカレーっていう人はたくさんいると思うんですけど、はいはい、この日本の国民食と言われるぐらい知らない人はいないし、食べたことのない人もほとんどいない、うん、そうですね、はい、じゃあスパイスどれくらいみんな知ってるのって言った時に、うん、全然知らない人が、まあ僕も含めてですけど、いや知らないですよ ね、 多いですよね普通。で、それはなんでだろうって考えたら、はい、カレールート、カレー粉、あそこから始まっちゃったんですよ。はあ。もう何に入れても誰が入れてもまあ美味しいと。はい、じゃあそこに何のスパイスが入ってるのって言った時に誰も認識できないし、かたや、まあ、ヨーロッパでもアフリカでも南米でもクミン風味のチキンのクイールがあったりとか、はいはいはい、コリアンダー風味のなんちゃらがあったり、はい、それぞれ単体のスパイスの使い方や風味を認識していると。で日本人はそれが、あ、足りないんだ、これはスパイスもうちょっと日本でポテンシャルあるんじゃないか、うん、やってみようと思って、もうそれからずっとスパイススパイス。いやー、もうふけからすごい素晴らしいお話聞いてますけど旅に出るきっかけもそうでしたし、はい、料理になるっていうきっかけもすごく興味深く、うん、奥深い感じですね。もうやりたいことして遊んでただけいやでもそれがすごいですよ、なかなかお目にかかれない。とんでもないです。それでこちらスパイスカフェさん始めた、はい、そうですね。で帰国してから、はい、まあ、4年間インド料理やスリランカ料理イタリアンで修行して、うん、はい、2003年にオープンしました。こちらで。そうです。最初はもちろん、うん、例えばね東京にいるので
渋谷だか銀座だか下北沢だかメジャーなとこでやろうと思って探したんですが、はい、まあ、何せ金ないんですよね。まあそうですね。3年半仕事しないで旅してで4年働いたらもう修行なのでギリギリの給料で勉強させていただいてたので金ない、うん、で出店できないし内装工事できない、うん、でたまたま家の隣が、うん、あの昔木造アパートをやってたので、はい、築その時で50年弱かな、空いてたのを、はい、まあ、しょうがないから自分で改装しようっていうのが始まりだったんですが、リノベーション自体は僕は取っかかりやすくて、はい、ニュージーランドとかにいた時に、うん、普通に普通の人が家建ててたんですよね。あ、建築会社買うとかじゃなくて、はいはい、家って結構建てられるんだイメージでしかないんですけど、はい、そういうのがあったので、じゃあ内装工事自分でやってやろうって、うん、金ないし、まあ、どうにかなるだろうって言って、はい、もうほぼほぼ全部自分で作った内装ですね。今こちらのお店もそうです、この床も僕が張りましたし壁も僕が左官しましたし、まあ、やってないのは本当電気が水道ぐらい、金がないっていうのは力になりますね、まあ、そこがねモチベーションかもしれないですけど、それが2001年ぐらいですね、約20年ぐらい前じゃないですか、はい、その頃個人でスパイス料理の店をやろうなんて人っていう人はまずいなかったですし、仕上げ周りにカフェと言われてる店は一軒もないですし、 あの頃スカイツリーもないし、はいはい、ちょっと前まで半蔵門もないし、これは無理だろうっていう思いながらオープンしました。駅から15分以上も歩くし、ここ周り何もないんでそうですね、これはどう考えても無理です。普通に考えるとね、そうですね、難しいですけど、はい、それでなんでって言ったら失礼ですけど、はい、やっぱり伊藤さんの腕です、まあ、いや必死でしたよね必死、もうこれしか生き残る道じゃないと思ってたんで、まあ、やれるだけのことはやろうで、やったのがもう全部手作り、加工品、既製品は一切使わないっていうのと、はい、今はないんですけど、前はここ一部屋がギャラリーだったの、お客さんがここ奥まってるし、うん、買い物の途中には来ないだろう、ここを目的地にしてもらわないと、うん、まあ、誰もいらしてくださらないだろうと思ったので、はい、来ていただいたら楽しんでもらおう、はい、じゃあギャラリー作ろうって、この一部屋をギャラリー作って作品展示していただいて、お客さん楽しんでいただいてとか、あとライブよくやりましたね。へえ、住宅街のど真ん中ですけどね大丈夫だったんですかいやまあ、もともと生まれ育ったんだからみんな優しくしてくれてたのかしんないですけど、ジャズとかクラシックとかやりましたね。とかあとはたまたまカフェブームだったんです、うん、うち最初は携帯カフェだったので、はい、カフェブーム、カフェマニアは遠くでも新しい店、ちょっと変わった店に行きたいっていうんで、はい、カフェマニアさんが来てくれたのと、あとまあカレーマニアさんもこんなとこまでよく来てくださったっていうのがきっかけですかね、はい、カフェブームとは言ってもまだ20年ぐらい前だったら、そんなギャラリーとかライブなんていうところもそんなになかった、はい、まあ、高橋言ってますけど ね、 ねなのでもちろん最初は暇でしたね、僕一人で営業してましたし、はい、でもそのリノベーションしてとかね、はい、発想は世界一周した中でいろんなの見ていろんな体験できたので、頭の中にやりたいことはもうまさか蓄積されてましたね。そこは原点で。そうですね、これは本当に若い人に聞いてほしいですね、この話ね良くも悪くもよくお話しするんですけど、そのインターネット前と後って言ちょうどギリギリ前で、はい、まあ、それこそ大変ですよね、安全な安い宿探すのには足か口コミかだけで大変だったんですけど、今はインターネットで全部調べちゃって、はい、それこそネット予約で、そうですね、美味しいお店もいい宿も泊まれるんですが、はい、やっぱそこにサプライズはなくて、うん、といった意味じゃインターネット前の最後のバックパッカーって自分で自称してるんですけど